疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日は土曜日の営業が終了いたしまして、はい、本日も代表は不在となりましたが、はい、サバリ癖再発再発え、昨日いたっけ。あ、昨日はね、いなかった。ショート動画だったね。そうですね、うんうんうん、でしたけども、はい、まあね、うん、いよいよこう、まあ、6月に入り、はい、まあ、だんだん暑くなってきました。まあ、今日は涼しかったんですけどね。まあ、今日はね、ちょっと少し涼しい感じでしたけれども、そう、うん、でね、うん、おそらくですけど、うん、まあ、去年のきっとこのぐらいの時期だったのか、もっと夏だったのか、まあ、ガリガリ君のお話をしましたよね。何それ今ブルってなった、うん、いや、まあ、そういう冷たいものが美味しい季節じゃないですか、うん、はい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 。去年はさ、うん、どんなお話だったっけ、ガリガリ君。ガリガリ君の、なべ君がガリガリ君の好きな味があるとかで、はい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 、はい、いや、去年だったか一昨年だったかいつだったか忘れたけど ね、そう、だけど、そのガリガリ君の好きな味みたいな味だったの、話だったのじゃ、うん、なんかちょっと日本語が今おかしかった。俺ピンクグレープフルーツだったっけ。ああ、そうだ、それ、そうそうそう、言ってたね。そうそう、で、私はあのガリガリ君のあのなんかキュリーみたいな、シャリーみたいな、あ、はいはい、あ、うん、ああいうのが苦手だから、ね、氷系じゃないやつね。そうそう、ああいうの苦手で、うん、だけどガリガリ君リッチは好き、うんうんうん、リッチガリガリ君、うん、はいはい、あ、ガリガリ君リッチだよね、はい、は好きって言って、うん、いう話をしてて、はいはい、でガリガリ君リッチのチョコミントありますね、が食べてみたいな、はいはいはい、ね、ピスタチオも、ああ、ありましたね。あったじゃん、はいはいはい、で、うん、ピスタチオ今年食べたんだよな、私も。あ、そうなんだ、うん、で、うん、チョコミントが食べれないまま確か去年終わったんさ、うん、あ、なるほどね。そう、ガリガリ君リッチの、はいはいはい、で、発売したか、発売されてたんだよね、まあ、食べれないまま終わったんだけど、うんうん、今年、うん、ガリガリ君リッチのチョコミント、うん、ガリガリ君リッチとはなってなかったけど、うん、あのあれですよ、新ウルトラマンとコラボでチョコミントあるんですよ。あ、そう、え、それは何、ガリガリ君とウルトラマンのコラボと、新ウルトラマン、新ウルトラマンとね、うん、コラボ、新ウルトラマンが書いてある、あ、そうだ、袋にね、新ウルトラマンね。で、チョコミントの、まあ、チョコミントのこういうアイスじゃん、まあ、これガリガリ君っぽいから、はいはい、ぽくないけど形が ね、 まあね、このその今年のやつ、うん、新ウルトラマンとの、うん、あのコラボのやつはこの上のところに、うん、板チョコが1枚こう入ってるんで、はいはいはい、でまたこのミントチョコ、あのミントのアイスでコーティングされてて、うん、で中が、うん、あのサクサクのチョコミント、チョコがちょっと増えてる。あ、なるほどね。いや、マジでうまい。へえ、あ、もうね、私もね、うん、その、うんうん、新ウルトラマンコラボのチョコミント味は、うんうん、もうね、4本くらい食べた。マジ？なんか美味しそうだな。俺も今日買って帰ろうかな。いや、すごい美味しかったよ。どちらでご購入ですか？あ、セブンイレブンでご購入しました。わかりました。知りました、ね、しました。じゃあ本日、ちょっと買って帰ろうかな。そうそう、結構美味しくて、はいはい。でもさ、夜になるとまださ、寒い時あるじゃん。うんうん、うちまださ、ストーブ閉まってなくてさ。いや、ちょっと理解不能だけど、いや、汗かきだし暑がりだからだけどうち旦那さんも結構寒がりなんさ。あ、本当ですか。うん、だからやっぱなんか梅雨ので特にアイスを食べる時が寒くて、うん、旦那さんと二人でストーブの前でアイス食べた、うん、それはさ、なんかある意味ちょっと贅沢だよね。いや、かなり贅沢でしょ。そうだよね、うん、よくわからないわ、そんな、うん、そう、だけどすごい美味しかった。あ、まあまあ、そうでしょうね。そうで、まあ、新ウルトラマンのコラボのチョコミントも美味しいんだけど、うん、ピスタチオも美味しかったけど、ピスタチオも最近売ってないな。あ、そうなんですね、うん、ちょっと待って、その新ウルトラマンとのコラボっていうのはさ、うん、何がどうなってんだろう。え？わかんないよね。わからない。でも赤城乳業さんが多分新ウルトラマンとコラボして、うん、そのチョコミント出してるから、うん、まあ、そういうね、パッケージに新ウルトラマンの絵が描いてあったりとか、うん、まあ、その板チョコが今までは入ってなかったから、はいはいはい、そこら辺も何かそのコラボのおかげで板チョコなんじゃないかな。そっか。いや、すごい美味しいんだよ。じゃあもう今日買いますね。いや、私も話してたら食べたくなったね。うん、てか新ウルトラマンってさ、うん、新ウルトラマンってまあ今 CM とかもなんか CM っていうか、まあちょいちょいあるんだよね。でそれをこう、まあ息子が見るたびにこれを見に行きたいって言われるんだけど、行ったらいいじゃない。いや、たださ、新ウルトラマンっていうのはまあね、
まあ、分かんないよ内容分かんないけど、うんうん、そのストーリーっていうかさ、まあ、映画でしょ、うん、ウルトラマンの映画っていうよりはっていう感じじゃない、うん、分かんないけどね。あ、私は、うん、そういう映画あんまり見ないから分からないけど、うん、さっきそれこそ鍋くんの息子くんと上の子と同い年のツインズくんがお客さんで来たけど、はいはいはい、新ウルトラマン見に行くって言ってました。あ、本当、うん、見たいって。じゃあ連れてってみてもいい。なんかねどうなのかなと思ってて、うん、うんうんうん、まあ、きっとねどんぐらいそのウルトラマンが出てくるのか。やっぱりほら子供としてはさ、うん、そのウルトラマンが出てきてなんか戦ったりするシーンが好きなわけじゃないですか、うんうんうん、まあ、もちろん今まあまあストーリーとかも一応見るんだけど、うんうん、ねえ、なんかそのせっかく映画館行ったのに持たなかったらどうしようとかさ。ああ、まあ お父さんお母さんはそこら辺心配だよね。そうなのよ、うん、っていうね。でもじゃあ、うんうん、そっか、さっきのツインズくんたちが見に行くなら、うん、ツインズくんたちはもう映画2歳くらいからも映画館でちゃんと何々と何々とつってこの間見たやつを教えてくれたよ。あ、そうなんだ、ね、うん、じゃあ連れてってもいけるかな。うん、まあもうダメだったらほら出てくればいいわけだから。まあそうだね、まあね、そうだね。そ、ちょっと私は内容わかんないけど、うちの旦那さんも新ウルトラマンは見たいって言ってたよ。うん、なんかねいろいろこうそういう撮影の仕方もすごいこだわってる映画みたいだし、らしいですよ。なるほどなるほど。そうそう、まあちょっとね、はい、見に行きましたらまたご報告いたしますが、うん、はい、まあ、今日は、うん、まあ、ガリガリ君、そうね、チョコミントね、うん、買って帰りましょう。はい、はい、買って帰ります。はい、また明日日曜日ですからね。そう、明日もねたくさんお客さんご予約いただいております。そうですね、はい、頑張りまして頑張りまして、はい、その後2連休でございます。そうですね、はい、で水曜日からの営業ですね。そうなっております。そうなっておりますね。はい、はい、ということでまた明日の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。